川越久安町駅は埼玉県川越市大浅川越に存在した川越電気鉄道の停留場である。川越電気鉄道の川越川ターミナルにあたる電停である。当初こそプラットホームのみという、いかにも電停というべき構造であったが、後に駅前広場と駅舎が整備され、広い構内を持つ列機とした駅となった。駅舎は木造平屋で、 ホームの東端部に位置しており、駅舎入り口横には売店が併設されていた。ホームは駅舎に向かって一面二線の構造となっていた。ただし工述する通りループ線構造という特殊な構内配線のため、南側の一線のみが上空に用いられていた。ホームの端に小さな一人便所があった。内部の詳細は不明であるが公文書には金庫、日付スタンプなど、 乗車券を販売する駅でなければ存在し得ないような備品が記録されており、駅勤務室を備えある程度の駅員が常駐する友人駅であったと考えられる。当時の社員のことによると、待合室には木製のベンチがあり、入り口を入ると、右手奥はホームに続く改札口、左手には出札窓口があり、駅勤務室の入り口は、改札を入ったホーム側にあった。 金庫については、出札係の机の横、北側の壁に南を向いてあり、その金庫の前、つまり部屋の右奥が、駅長の机であったそうだ。校内は、車庫が存在し、大宮線の運行拠点であった。ただしすべての車両がここに戻っていたことから、1927年8月28日の終電後に原因不明の失火によって、車両諸とも車庫が消失。 当時保有していた全11両の車両を廃車して、王子電気軌道から車両を譲り受けざるを得なく、なるという災難にもあっている。なお、大正末頃の写真で見ると、駅前広場には、広告や周辺地図の看板類、電話ボックスなどの存在が確認され、中心市街地から少し離れたところにありながらも、川越町駅などより市街地に近かったため、 ターミナルとしてある程度栄えていたことが伺える。西武鉄道大宮線大正13年の川越久安町駅。こじんまりした駅舎で、この奥にプラットホームがあった。左手には売店もあるし、自動電話のボックスも懐かしい。川越鉄道で国分寺を回るより、この電車で大宮から上野に出た方が1時間くらい早く東京に着いたので、一頃は、 随分ぎわった駅である。岡村一郎著、写真集、明治大正省は川越ふるさとの思い出より抜粋、西武鉄道大宮線昭和2年に、久保庁車庫が火災となり、電動車の大部分が消失したので、一時運転を休止したことがある。その後、新造車を入れたり、東京市電の中古車を買い取って再開した。最盛期の車両数は17両と記録されているが、 最後まで、ボギー車はなかったようで、他に貸車は、有害、無害合わせて、数量を持っていた。これは、昭和15年頃の川越久康長車庫。岡村一郎町、写真集、明治大正省は川越古里の思い出より、抜水島駅に、特徴的な配線が、ループ線構造である。大宮方面から西に進んできた線路は、そのまま当たり駅に入らず、 駅構内の南東から北へ曲がって北進し、西へ曲がって、ホームへ入っていた。そしてそのまま、西進、構内の北西で南へ曲がって南進し、突き当たった南西の角を曲がって東進、元の線路へと戻っていくラケット型の配線となっていたのである。このループ線の中、西側の南北線から分岐する形で東へ線路が、引き込まれ、そこが車庫を呼び貨物ホームとされていた。 このようなループ線を用いた構造の伝停は日本では数少ない例である。西武鉄道大宮線、川越久安町駅成田山崎駅廃線後も線路を剥がされただけで、ほぼ放置状態で、駅舎やホームに至っては、戦後20年近くも経った1960年代まで、廃屋として残存していた。しかし現在では、駅の北側が、 東京電力川越支社の敷地となり、車庫のあった部分は、私立中央公民館となっており、面影はない。ループ線部分もそのまま、舗装道路となっているが、ごくわずかに公民館の南西部、かつてのループ線の南西角に当たる部分が緩やかなカーブを描いており、元軌道が通じていた名残を止めている。なお、東京電力ビルの門前には、埼玉県の伝統発祥の地として、 川越火力発電所と川越電気鉄道を検証する案内板が建てられている。当駅については簡単なコーナーイズも付けられている。ありがとうございます。